ラブコスメ膣セミナー。2項目目、デリケートゾーンの匂いってという項目です。それではまず原因について説明をお願いします。はい、デリケートゾーンは匂う部位となっております。匂う原因はですね、このように6つございます。まずは汗、尿、経血が付着して雑菌がとても増えやすい部位です。そして、デリケートゾーンに特徴のある恥ずかしい赤と書いて恥垢のたまりやすい部位でもございます。膣マッサージ、特に妊娠前の女性はですね、ぜひ、マッサージをしていただきたいと思います。それはですね、やはりこちらのマッサージをすることによって膣周りが柔軟になりますので、これから妊娠出産を考えている方、とてもおすすめです。はい、生理の匂いが気になると時はですね、何よりもまずお風呂での清潔ですね、清潔に洗浄することがとても大切になってきます。また生理は、常に、ね、経血が出てきますので、トイレの時の清潔も意識していただきたいと思います。その際はですね、このような生理の時はこのようなウェットティッシュをお持ちになって、排泄後直接デリケートゾーンを、拭き取っていただくことによって経血が残らず、匂いの軽減につながっていきますので、こういったアイテムも一緒に、ご活用いただきたいと思っております。